その日から眠れなくなったんです白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました 怪異な世界の水先案内、階段誌の白谷でございます。今宵はゴールデンウィークスペシャル、超特大版。一枚の写真にまつわる、こんなお話。 大変不思議な写真を見せていただいたことがあります。白谷さん、この写真ちょっと見てもらっていいですかはあ。この写真が何でしょうこの写真ね、実はすごく奇妙な写真なんです。私のライブの後、神妙な面持ちで近づいて来られた、その当時30代前半の島田さんという男性。 大変穏やかな印象のする方でしたがちょっと見てほしい写真があってとなんせ私のライブの後ですから心霊写真でも出てくるんじゃなかろうかとちょっと構えて覗いたその写真はごく普通の写真でありますとあるビル街で手前には道路そこに島田さんが写っているというオーブが飛んでいるであるとか 腕や足の一部が消えているはたまたおぞましい顔の何かがこちらを覗いているそんなことがありやしまいかと入念に確認いたしましたが少しもそんなことがありませんで普通に見えますでしょうああそうですねでもこの写真 おかしいんですよその写真が撮れた経緯を伺って愕然としたその頃から23年ほど前のことになりましょうかその頃島田さんはとあるシステムエンジニア系のお仕事で頑張っていらした聞いたところによりますと高校を卒業して単身 東京に出ててままいりましてその時に就職の決まった先を10年勤めてというはあ高校卒業してもうすぐにお勤めになってそうなんです。まあ白谷さんもね北海道出身ってことだから分かってもらえるかもしれませんけどやっぱり若い時期って東京行ってみたくなるじゃないですか。 そうですね。でやっぱり、東京出てきたからには、そこで成功したいと。そんな思いでいたんです。だけど、僕は高卒で学歴もありませんしね、もちろん資格らしい資格もなくて、じゃあどうしようかって。普通は、アルバイトしたりとか、いろいろ思うと思うんですけど、割とせっかちなんですかね。 あとは、まあ、小さい時からそういうパソコンとか機械いじりも好きだったしじゃあそれ仕事にできないかって、まあ、とにかくたくさん面接受けに行って <laughs> 散々な結果だったんですけどそのうちたった一社雇ってくれたところがあってそれがその勤めてた会社なんです。ところがね い今になって思えば蝶のつくブラックだったんです。はあ。実際システムエンジニアさんの仕事というのは非常に大変なんだそうですがただ大変というだけじゃない今でいうところのブラック企業だったところが 社会のことも世間のこともまだよくわからないといううちでありますから島田さんああこれは自分がまだまだ下っ端のうちだからなんだとサービス残業なんか当たり前ですしまともにうちに帰れない日が何日も続くなんてねろくすっぽ眠られませんし仕事はどんどんたまるし上司はきついし だから同時期に入った連中とか10年の間にはねもちろんですけど後から入ってきた人間もとにかく人の出入りが激しくてせめでも「僕は決してやめまい」ってそう胸に決めて「早く上に行くんだ」「上に行けば発言権も」 休みもきっとちゃんとそういうものを得られると思ってだから仕事だけじゃないですよただでさえそうやって時間がありませんけどお客さんとかね取引先とか誘われればのみの誘いとかももう断ったことないです寝ないでいくんですよ <laughs> 10年かかりましたけどやっとちょっと役がつきましてねところが役ついちゃったら余計大変になっちゃってそれもあったのかなその年の冬なんですけどある時期から不眠症みたいになっちゃってただでさえ寝る時間少ないんですけどまるっきりダメなんです寝なきゃいけないタイミングで眠られなくなって それで今度急にガクッと意識飛ぶみたいになったり寝ない日が続いてますからね意識が朦朧としてきてそれまでじゃ考えられないようなミス本当に初歩的なのを何度も繰り返すようになって島田君はい最近どうしたあいや すいません。ずいぶんミス多いな。ううすません気をつけてはいるんですけど。一部信頼のおける上司が心配をして声をかけてくれた。自分でも分かっていた。けれども寝不足でとか最近調子が悪くてというのは。 悔しくて口にすることができずにいた毎日気持ちはハラハラしていたそうです「初歩的なミスのうちはまだいい」「けれどもそのうち何か大きな失敗をするんじゃないかとそしてほどなくその不安は的中しました」 ある時非常に大きなしくじりをやらかして取引先がカンカンになってしまってというすっかり意気消沈しておりましたところに九段の上司が「島田君ちょっと」「はい <coughs> すいません」「うんすいません」 ではちょっとなはい最近ちょっと目に余るな遅刻はするしミスも多いしまあ今度のことはどうにか先方に謝ったけど こ今度もう一回同じようなことあったらもう俺でもかばいきれないぞ、はい、すいません限界だと思ったとにかく休む前断る前と頑張ってきた10年があった けれどもこれ以上失敗をすればおそらく自分はこの会社を解雇になるだろうこれまでの10年間が水の泡でありますあと少しもう少し頑張れば人どのものになれるという悩んだんですけど ここで無理をしてっていうよりか一回ちゃんと休みを取って検査してもらおうと思って検査ですかええー、言ったように眠れない日が続いてましたからそれで上司に相談して一日だけ有給休,休暇をもらうことにしてそれで一日のうちに 3つ病院はしごしごたんです三つですかええ。睡眠外来、心療内科、そして念のために脳外科と、自分の今の体調の不良、自身で考えられる原因を突き止めようと、目星をつけて、違う病院を3つ、 朝早くからすべての病院で見てもらい終わった後表に出ました時にはすっかりあたりは暗くなっていたそうですなんだよ分かってんだよそんなことがっかりして ほっと吐き出したご自身の息は冬の冷たい空気に白くふわりとどの病院来ましてもね特別異常はないって言われたんです。ほう問診というか いいいろろ聞かかれるじゃないですかそしたらどの病院でも先生たちがね「ああ <laughs> 島田さんねちょっとお仕事をセーブした方がいいですね」え。ええ、うん、いや伺った感じだとねそんなに休まずに働いてたらそれ島田さんじゃなくてもみんなおかしくなりますよ。 大変だと思いますけどねちょっとこれは環境を変えた方がいいでしょうね。環境どのお医者もその時の島田さんの生活の状況を考えれば心身ともに異常をきたすのは当たり前なのだと。 軽うつ症状が出ているんじゃないだろうか手っ取り早いのは今の食を思い切って変えてみるご自身の生活のリズムを整えるそれが一番なのだとそれができるぐらいだったら病院なんか来ねえよ 病院の表で思わず島田さんはそんなふうに独りぼちた今日一日休みをもらって何か明確な原因が見つかって薬を処方してもらってそうすればきっと近いうちにまた眠られるようになるだろうとそんな期待をしていたのは見事に打ち砕かれた。 生活の今の環境を変えることはできないそれならば一体自分はこっから先どうすればいいのだとまるで一日を無駄にしたような心持ちになってちっと一つ舌打ちをしてひょいと表を上げると「 うくっせえ辺りがふわっと酒のにおい一体何だこのにおいはと思いながら頭がクラクラっとしたあれ気が付いてみると目の前の景色はまるで見覚えがない。 街路灯もほとんどなないようなただひたすらにまっすぐな舗装された地面の上にいる片一方は体層高いコンクリートの塀がずっと続いていてところどころ浮気道があるという反対側はといいますと少し土手のようになっておりましてその土手を上がったところには およそ3メートルもあろうかというようなやはり背の高い金網がずっと続いている金網の向こうはと言いまして平らになっていてそこには線路が <coughs> あれなんだこれあ酒臭いのは自分だと気づいた 頭がガンガンする。もう冬だというのに、凍えるような寒さは来ない。あれ、どうしたんだっけな。えっ、ー、と、病院を出て。えー、あ,あ、そうか、俺。その後、 居酒屋に入ったんだっけなやさぐれた気持ちのままたまたま見つけた赤ちょうちんに飛び込みで入った勢いよく酒をあおってそうこうしているうちに確かカウンターで隣り合わせた人と意気投合してもう一軒行こうとそれでもう一軒はしごをして深酒をしてああそうか どうやらしこたま酒を飲んでというそのうちに身も知らないところに来て今意識がはっきり戻ったのだと参っちゃったなあどこだよここえー、とでもこれが線路だからこれまっすぐ行ったらどっか駅かまずい 明日も朝から。やべえどこの駅だろうはっきりと時間を確かめたわけではありませんがもう随分と夜中であるというのはなんとなく分かっていた線路と反対側のその塀の向こうはやはり無機質なコンクリート造りの建物で何かの工場かなという具合 幸い線路の先には駅が見える。駅のホームには人の姿が小さく見えておりますから、終電が動いているぐらいの時間ではあるんだなと、それにしても自分の周りには人気がありませんし、とぼとぼと、とにかく駅の見える方をめがけて、どれほど歩いていたか、 ふいに自分の真横から「島だ!」と声をかけられた何だろうと声の下方を振り向いてみますとそれがこの工場のある側の小さな路地でありますその路地の中は明かり頼りがありませんので真っ暗なんですが どうやら誰かが立っていて前を差し掛かった自分に声をかけたいやそれにしてもなぜ自分の名前を知っているだろう思わず島田さん足を止めると「ああやっぱりだな島田!<え>」。えやっぱりだとはどういうことだ いぶかしんでそちらを見ておりますとやがて暗がりの中から「コッカッコッカッコッカッコッコッ」とこちらに姿を表した人物を見て「あ石橋おい!」学生時代の親友の石橋さんだったそうです。 あーびっくりしたあれ島田お前東京行ったんじゃなかったっけあうんそうだよなんだよいつ帰ってきたの帰ってきた <laughs> まあまあいいやいいやああびっくりしたお前酔っ払ってんの <laughs> 駅そこだしさ、まあまあ行こうや。あ、うん。そうか。自分は散々飲んだあげく、ふるさとが恋しくなって、地元に帰ってきていたのか。石橋さんというのは、 学校を出た後地元の工場に勤めが決まってと情けないな捨て鉢になって故郷恋しく帰ってきちまったのか自分はと恥ずかしいような照れくさいようなだとすると今見えている駅はきっと地元の駅なんだなとそんなことをぐるぐる考えていた その間も横を並んで歩く石橋さんはなんだか面白そうに今何やっているんだだいぶ寒くなったなとたわいもない話をいやなんかみっともないな酔っ払ってる道路見つかっちゃったな何言ってんだよお前気にすんなよ ああだけど帰ってくる時は連絡しろいやうん帰,帰るって今日どうすんだよえいや今日いや帰るよ帰るっていや東京今から東京帰るのかうんあんまり罰が悪いもんですから顔を上げられずにそれでも横の石橋さんのことが気にかかって ひょいっと間違いない彼だそう確信があった顔をまともに見てはおりませんがその晩も石橋さんは昔からよく好きだと言ってた大きな柄の入ったプリント T シャツを着ていた。 結構その、T、シャツが好きなやつで学生時代から小遣いためて自分の好きなブランドのプリントの T シャツとかよく着てるやつでちょっとね珍しいシャツだったりするんではいしばし10年経っても買ってないなって 酔っ払ってたからそう思ったんですよね話しているうちに少し酔いが覚めてきたのか空からちらほらと白い便りが降りてきたすっかり吐く息は白くなっており 指先は冷たくかじかみ始めているあれ石橋 T シャツ一枚で寒くないのかな 頭が冴えてきて島田さんふとそんなことを思った雪が降ってくるような晩だったんですでも石橋はね T シャツ一枚なんです半袖のしかも着ている T シャツは 学生の時に見覚えのある T シャツで物持ちがいいといえばそこまでなんですけど石し橋し寒くないのかなってなんか変だなと思った時に急にね横で聞こえてた声がピタッと聞こえなくなって反対側の少し高いところから。 なあって言われてびっくりしてそっち向いたら石橋がねその反対側にあるちょっとこの土手みたいになった上の高いフェンスの一番上のところに腰掛けてるんですよ。え自分の目を疑いました。 ででもはっきりそうなんですよ線路の向こうからね最終電車のヘッドライトの明かりが近づいてきて石橋がねそのフェンスの一番上のところにこんなふうに手をついて。 僕に背を向けてね。顔だけこっちを向けて。なあって言うんですよ。石橋。なあ。でお前どうすんだ。どうする。ガタン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 。 電車が、轟音を轟かせながら、次第次第に近づいてくる。どうするってどういうことだよ、石橋。お前は何を聞いてるんだよ、俺に。ああ、だけどな、そうか。 島田さんは、ちょっと考えてから。石橋、俺、俺まだいいわ。そう答えると石橋さんが、そうか。 がっかりしたふうではない土器をはらんでもいないどちらかというと少しほっとしたような声をして「おやもう電車が随分近くに来た」「ヘッドライトの明かりがまぶしい」しばし「石橋お前そんなとこ行ったら危ないじゃないか」 もう電車が近づいてきてる大きな音を立てながら速度を落としてきてるったってお前そんな不安定なところにいたら落っこっちゃうかもあ石橋さんは 自分の体を支えていた両の腕を一瞬トンと突き放すようにした石橋さんのお尻がフェンスの上からすっと離れた「おい石橋お前何やってんだ?」 電車がもう近づいてきてるじゃないかなあ石橋石橋さんの体がふわっと宙に浮いた一瞬こちらをちらと見た目があった石橋さんは安心したように柔らかく微笑んだような気キュッと 世界中の音が一時に失われたような気がした石橋さんの体はゆっくりと宙を舞い今ホームに入ろうとしてくる電車にふっとかき消された。 島田さんはあっと目をつむった間もなくファーッファーッファーッ,ァーッ,ァーッというけたたましい音がして目を開いてみると自分が立っていたのは あの線路脇の路地ではありませんでした東京のよく知った町のビル街の車道の真ん中であります「おい何やってんだよどけろって!」という声がしてはっと振り向いてみますと自分のもうすぐそばのところまで 車が止ままっていていククラクションであります運転席の窓が開いて激光した運転士が散々な言葉で罵っている見ればその後ろにもずっと車の列ができておりまして「あれなんだこれ俺どうしたと思っていると向かいの交番からピーッと笛を鳴らしながら何やってんだんだ!」と。 交番勤務のおまわりさんがかけてくる。ガッとつかまれて、ずるずるずるっとそのまま歩道に連れてこられますと、ようやくクラマが、ブーッと流れを取り戻した。何考えてなた知りたいのかえ家家じゃないだろう。 信号変わってるの見えなかったのかいあんなところに突っ立ってたら危ないだろうもうちょっと引かれるところガーッとおまわりさんがおまわりさんのその声を聞きながら島田さんあ,あ そうだと思い出した思い出した眠れなくなった原因です原因原因があったんですかはい石橋です学生時代一番仲良くしてた男なんですけど 自分東京出てきて忙しくて連絡取り合ってないうちに彼自分で命絶っちゃったんですえ地元の工場に勤めてたらしいんですけどその工場の中でいじめがあったらしくてしかもね 僕が勤めてたところもそうですけど彼のところもなかなかのブラック企業だったらしくてそれでそれでその石橋がなくなったっていうのを地元の友達が連絡してくれてその知らせ聞いた時にまず相当きつかったんですけど。 おつやと告別式とその連絡を受けたもんですから女子に「休みをくれ」って頼みに行ったんですところが身内の葬儀でもないのに「お前休むんだ」って言われて「ダメとは言われなかったんですよでも「そうか休んじゃうんだ」って言われて。 にね、ああ休めないんだなって本当に大事なやつだったんですけど僕通夜にも告別にも行かなかったんですその日から なれなくなったんです涙があふれたおまわりさんの声は遠くにある頭の中石橋さんのことでいっぱいだった自分はあの地元の駅から この東京までどうやって帰ったんだそれはよくわからないよくわからないといえばゆうべ亡くなったはずの石橋さんはなぜ自分の横に歩いていたはそうか 手蜂になってお恥ずかしい話どっかで死んでしまおうってそんな思いにいたんです同じようなきつさの中にあって。 自分で命を絶っちゃった石橋が僕のことを心配してそれで呼んだんじゃないかなって「お前どうすんだよ」って「そのまま死んじゃうのか」 あいつ、自分の最後の瞬間を今ならやり直せるぞってでも今やり直さなかったら俺みたいになるぞってどうする島だって。 テレポーテーションだったのか本当によく分かんないんです実はずっと東京にいてあの石橋と話してた時間ってのが別の次元だったのかうまく説明できないんですでも一瞬で東京に戻ってて。 おまわりさんの話を聞きながら島田さんは涙を拭いても拭いてもやがて東の空が少し白んできたおまわりさんは相当に反省していると勘違いしたのかまあとにかくねしっかりしなさいよあんたも大丈夫かなもう。 そじゃと交番に戻って行かれた登ってきた朝日は気持ちのいい光を振りまきながら島田さんは泣き疲れるまで泣いたすっかり泣ききってしまうと気持ちがすっと晴れやかになり そうだ今のところはもうやめようとそう気持ちが定まったそうです何でしょうねそれまで自分で自分を縛りつけてたっていうのかなここしかないんだって思ってたんですけどね 呪縛から解かれたみたいな感じですかね。まあなんとかなるさって早速次の日辞表提出してやめました。はい今ですか。まあ今正直あの給料は少し下がったんですけどね。<laughs> 全く畑違いの別の仕事やってます。 ああ、あの頃の自分が不思議なぐらいですね。今とっても幸せにいて。何ですかね。幸せなんて、たくさんあるのに、あの頃は、それに気づいてなかったんですかね。そうですか。ええ 瞬間移動なんて言うと変に思われるかもしれないですけどいや本当にそんな感覚だったんですでも石橋が横にいて話してくれてたあの時間っていうのは本当に今思い返してもそれでね そう <laughs> その日の朝いいだけ泣き疲れて気持ちがすっきりして自分の中でまた生まれ変わっていくんだってそんな思いになりましてねそれでその日のことを忘れまいとその日の景色を写真に撮ろうとそれで撮った写真がこれなんです。 ああ、そうなんですね。そうか、生まれ変わった日の写真ですか。じゃあ、あれですか、これ、近くの方に撮っていただいたんですかそんなわけないじゃないですか。朝早いし、人通りなんかほとんどないし、ボロボロに泣き崩れた後ですよ。見知らぬ人になんか、 写真お願いできないじゃないですか。ああ、そうか。じゃああれだ、あの、お説教してくれてたあのおまわりさんが。い,いえ。この写真ね、自撮りなんです。 自分でこんな風にして自分を撮った写真ですそんなわけないじゃんだって全身写ってますよこれ島田さんでしょ、はい、腕伸ばしてこうやって撮ったところで全身は撮れないでしょ 自撮りじゃないよだって全部写ってるよね奇妙な写真でしょ、ええ、ここねその頃勤めてた会社のビルの前なんですさっき言ったように地元の駅に戻ってたかどうか定かじゃないんです もしかしたら僕その会社の前で命を絶とうと思って生きてたのかもしれなくて石橋が止めてくれて僕今こうして生きてますけどねこの写真はねもう一つの道を選んだ時の その時の僕の姿だと思ってんですちょっと拡大してみますからずっと拡大して思わずあっと声が出た当たり前にこちらを向いて立っている島田さんだと思っていたけれど拡大して映し出された彼の姿は 体中あちいちびつにひしゃげて折れ曲がりというひょっとすると車の波に飛び込んで命を絶ってしまおうともしそんなふうなことになっていれば見つかった時の自分の体はきっとこんな具合だったろうと島田さんは そんなふうにおっしゃった「この写真は今後の戒めのためにも撮っておくんです」と「どうしても苦しい時きつい時ちょっと目先を変える肩の力を抜く」 思い切ってその環境を変えてみる大切なことなのかもしれませんわっ 今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますよろしければチャンネル登録高評価のほどお願いを申し上げます、えー、今夜は大変長いお話になってしまいましたが最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます、えー、昔から5月病難と言われますけれども新生活慣れてきて、えー、逆にそのお疲れが出るとか大変な思いがするというような方あるかもしれませんが ぜひぜひ肩の力を抜いてですね、えー、ほっと深呼吸してあまり思い詰めずにですね明日をまた歩んでいっていただければとそんなふうに思う次第ですさて、えー、5月になってしまいましたよね5月6月といよいよ暑い夏がやってまいりますが白谷あちこちにお邪魔して公演の予定が盛りだくさんでございます。 えー、今月はですね、静岡にお邪魔をさせていただいたり、あとは6月に入りますと北海道地元北海道ですね、えー、小樽と札幌で、さらには大阪の公演があって、京都で海洋ショーがあって、と盛りだくさんでございます。で、特にですね、6月の北海道は札幌での公演、お席まだございます。小樽の公園は、えー、満席になっちゃったんですけど、札幌の公園は 昼の部夜の部ともにまだご案内大丈夫です。えー、古い仲間の翔平君とそして、えー、スリラーナイトつながりで筧塚縁樹君、えー、お二人にゲストで来ていただくなんというスペシャルでございますのでぜひぜひ会いに来てください。で6月の23日の京都での昭和ソングの二人のビッグショーというのおかげさまで チケットがもう残り超わずかでございますご希望の方、もう階段やらないんですけど、えー、時々そんなこともしたりしております。えー、で、また5月の25日の静岡、おかげさまでもう間もなく500100名様ということになっております。お席まだありますのでね、えー、ぜひぜひ、えー、お静岡でやるの今知したという皆様は遊びに来てください。ということで、えー、詳細はこの概要欄に貼っておきますので、 合わせてチェックしてみてくださいそれではまた次週元気にお目にかかりましょうまたね